こんにちは、速解塾の郷です。マスクは忘れた頃にやってくるということで、シャープのマスクってあるじゃないですか。すごくね、シャープ家電メーカーがマスク作るなんて珍しいなと思って、抽選に参加してみたんですけども、すっかり忘れてました。半年以上経って当選ですというねメールが来ましたね。私の場合第27回当選のお知らせということで来たんですけども、ちょっとねメールの方を一緒に見てみましょうか。いつも通り画面を切り替えます。3210、はい、ご当選のお知らせ。シャープマスク MA1050 普通サイズご購入手続きの案内とありますよね。まあ要するにね、まあマスクが当たったんで、買ってくださいということなんですよね。で、購入期間が決まってます。今日が10月の29日なんですけども、11月2日までに入金して、申し込まないとダメですよってことですよね。まあ、このメールのどこかに当選番号が書いてあって、その当選番号からこちらのねマスク販売抽選の手続きということで、シャープの公式サイトに自分で検索してたどり着いて入力してくださいってことなんですよ。というのがフィッシングに使われる可能性があるんですよね。これと似たようなメールを乱発して、で URL をこの中に表示させて誘導することによって、全然関係ないところに入金させようというね、やからがいるんではないかなってことをシャープさんが考えて、まあわざわざここに誘導 URL は載せてないっていう形なんですよね。うん、素晴らしいと思いますよ。で、当選の番号どっかに書いてますんで、それをここに記入して、名前とメールアドレス、電話番号を記入して、まあ、それぞれ手続きするってことでしょうね。うん。いいんじゃないですか？はい、私の場合ですけども、珍しいんでちょっと買ってみようかと思います。まあ、実はね、もうね、マスクは万の単位でありまして、今ね、無料配布とかをしても、多分欲しがる方ってあんまりいないんじゃないかなと思ったんで、数ヶ月前からストップしてるんですよね。で、それにもう今年は2万枚送料も私持ちで配ったんで、もう十分じゃないかなというところがありますし、今マスクって、ドラッグストアとかスーパーにあっても、もうね、見向きもされてないんですよ。マスク普段皆さんされてると思いますけども、なんかね、これほどマスクが溢れた世の中になっても、結構使い回してませんか、皆さん。まあ私は本当こまめに入れ替えてるんで、結構ね、1箱50枚入りが結構すぐなくなるんですよ。うん、外出が少ないんですけども、やっぱり1週間ぐらいで1箱なくなるかなって感じですよね。まあそれこそね、つけていって、その辺うろちょろするんですけども、誰にも会わずに終わったみたいなことも結構あって、無駄打ちしてることもあるんで、これからは明らかに1人で行って帰るっていう時は、もうマスクつけなくてもいいかなと思っちゃうんですよね。というよりもね、私みたいな、私の住んでる田舎町みたいに、その感染症がねあるのかなと思っちゃうんですよ。で、誰がかかってるかわからないっていう方は、まあちょっと PCR 検査ね、何度も言いますけども、 PCR 検査が受けれない日なんて今年1日もなかったんで、受ければいいんじゃないかなと思います。もちろんね、通販キットをご自分で買ってってことになりますんで、保険適用とかね、どっか保健所に申し込んでみたいな手続きをするわけではありません。まあね、そうなったら正確性がどうなんだっていう人いますけども、保健所を通じたね、PCR 検査って正確性が 50% か 60% っていう非常に当てにならないものですよ。だからもう、なんていうのかな、迷信みたいな世界になってくるんじゃないですかね、このなんとかウイルスっていうのは。うん、それよりも、なんか日々の暮らしで、あまりにも外出をしないから足腰が弱って、それが元で寝たきりになっちゃったみたいなね、そんなことの方が深刻だったり、あまりにもリモートワークとかね、出社ができなかったりとか、仕事がないことによるダメージで、コロナとは関係ないところで健康な人がどんどんね、元気がなくなっていったりとか、死に至ったりとか、それから10代から30代までの自殺者が急増したなんてことをね、起きてますよね。これは完全に国の失策だと思います。もしくは国の策を見抜けなくって、そのまんま素直にしたかった国民のね、国民性ですかね、と正直で素直な国民性かなと思います。ある人はね、うな重をね、こういう時でも10万円とか15万で食べてるみたいですけどもね、うなぎ屋さんをやっときゃよかったなと思いますよね。まあいろいろとありますけども、定額給付金もね、第2弾が出るのかな、どうかなっていうのを、なんかだんだんトーンダウンしているような気がしますけども、私だけでもね、呼びかけまくっていこうかと思います。ね、どうなっちゃうんでしょうね。ということで今日はね、マスクのことについてちょっとね、お届けしました。まだ現物が届いてませんので、現物届きましたらまた何らかの形で、動画にしようかと思います。今日はね、当選メールが来た。27回の当選だったらしいです。だから1回目からずっと抽選をしてきて、1回目で漏れた人は繰り上がって2回目にも自動抽選、3回目、4回目自動抽選って感じで、27回やっと当たったというね。私はなかなかね、当選確率が弱い方だなと思いますけども、まあなんかのね、記念かもしれませんし、もしかしたらシャープがマスク売るなんて当たり前のことにね、
数年後になってるかもしれませんけども、まあ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 、一箱ぐらいはちょっと買っとこうかなっていうことでございます。それでは、いってらっしゃい。